12月2日発表の大国新規感染者数、対全国では4971名、回復した人は5402名、感染累計者は209万6866名、回復者累計は200万3730名。昨日亡くなった方は33名、現在治療中の方は73726名。チェンマイ県では179名の新規感染者が出ています。1100人中合計46人が追跡されました。12月1日、国家警察長官の報告によると、アフリカの危険な国からタイに旅行している外国人の数783人を明らかにしました。彼らは現在追跡されています。直近では12月2日にその数が更新され、1100人になり46人がすでに追跡されています。その後アフリカ大陸からの旅行者の数はそれほど増えていません。また、外務省より、リスクの高いすべての国からの入国は、現在停止されています。首相は、オミクロンにより、パブ、バー、カラオケが延期されましたが、国の閉鎖はしないことを発表しました。また、RT-PCR 検査は、結果が出るまで一時的に隔離されますが、スクリーニングが可能です。ATK はキャンセルする必要があります。少し難しいかもしれませんが、私たちは観光と経済の両方を見ていかなければなりません。最も重要であるとされている観光部門には同情的になります。しかし、これを行わない場合、すべて失敗する可能性があります。意味のない政府に誰もしたくはありません。と語りました。タイでの共同監視措置の政策における抜け穴への対処。ティーラ・ワー・エタナトット博士は、タイでCOVIDを監視するための対策で、政策の抜け穴を指摘しました。博士は、第1波、第2波、第3波に至るまでの流れと現在世界大流行の兆しがあるオミクロンについて語りました。海外から旅行で来る人のためのスクリーニングシステムでは、陸路、空路、水路を問わず厳しくする必要があります。社会のすべての人の福祉と安全を危険にさらすまで、観光からお金を取りたいという願望から心を奪われないでください。大規模で継続的なテストを実行できるシステムで、RT-PCR 標準メソッドを使用したテストが必要です。1週目と2週目に少なくとも2回の RT-PCR テストを行う14日間検疫システムが必要。入国者の追跡システム。国を開いた後、人々は様々な目的でやってきます。リスクは影のようなものです。それぞれ人はどこへ行ったかなどのフォローアップはできません。ビザの有効期限が切れて戻って会うまでは、消化が難しい山火事のようなものです。このような状況の中、一人一人の目と耳が必要になってきます。システムの脆弱性を認識して、自分自身を守る必要があります。と語りました。低下していく傾向にあります。すべての人が予防策に厳密に従わなければならないことを強調します。現在チェンマイの感染者の状況は減少する傾向にあります。これはチェンマイ県で講じられた措置が過去に有効であったことを示しています。しかし、チェンマイの新たな感染者を継続的に減らすため、状況が良くなっても予防策を厳しく維持しなければなりません。以上、チェンマイ広報室からでした。サナム病院のエリアを撤退する準備をしています。伝染病管理グループの責任者はチェンマイは全体的にかなり改善されてきていると述べました。赤と濃いオレンジ色の患者用ベッドの占有率も減少傾向にあるため、野戦病院からの撤退計画の準備を始めました。クリプト暗号資産での支払いはお勧めしません。国立銀行は暗号またはデジタル資産の採用をサポートしていません。商品やサービスの支払いに使用されていますが、ボラティリティ、
価格の変動幅が高いことを示しており、サイバー盗難や情報漏洩のリスクがあります。それらのリスクは、決済システムの安定性に影響を与える可能性があります。インドネシアやベトナムなど一部の国では、主に投資目的でデジタル資産の使用を制限していますが、多くの国では暗号資産を追求している最中です。現在、タイ銀行、ボットは、証券取引委員会 SEC と協力してテクノロジーを使用した金融改革に焦点を当てています。途中ですが、チャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いいたします。
チャンネル登録ありがとうございます。